されておりますこの Z チャレンジ、ニスモフェスティバルではエキシビションレースをですね毎年開催していますけども、今回ですね19台のエントリーがありました。さあ今日もですねレースが行われていくわけですけども、一体優勝を飾るのはどのドライバーでしょうか。そしてですね放送席には解説としてニスモアンバサダーの柳田正隆選手にお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。さあ柳田さん、今日はちょっとね 予報に反して、ちょっと曇り空になってしまいましたね。ちょっと肌寒い感じですけどもね。でも例年に比べたらそれでも暖かいんじゃないですか。そうですね、よく考えるとね、はい、なんかいつももう朝から凍えてるっていう感じで、はい、やってた。そうですね、はい、はい、まあもうすでにもう柳田ですがレーシング以外で、そうです、これ2004年の時に出たモチュールピットワーク GTR みたいな感じで、はい、そのものです。レプリカじゃないです。消えました。はい。10年以上ぶりに来たんですかね。はい。良かったです。そうなんですね。ほとんどの方があのレプリカ作られて、あのレジェンドの方々がですね、まあ、体型の変化とかありますから。まだまだこれからもね。はい。ね、FIA GT3 マシンの、ね、GTR がありますから、はい、そういう意味ではプライベーターのドライバーが、そうですね、そうです、はい、そんな階段ができてますからね。さあその通過点と言ってもいいでしょう。 Z チャレンジ、今回のエキシビションレース、いよいよこの後ですねフォーメーションラップがスタートしていきます。さあフォーメーションラップが今スタートしました。それではスターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。まずポールポジションからスタートはカーナンバー109番ガレージ4413380Z をドライブします越後屋、昨年のウィナーです。そして2番グリッドからのスタートはケーンズノベライズ 380Z 吉田正弘、3番グリッドからのスタートはカーナンバー1番アミーズ 350Z 回ドラゴンボール、4番手からのスタートは黒 Z33 神田慎太郎、そして5番グリッドからはカーナンバー32番 Z34 バージョンニスモ鈴木俊彦、6番グリッドからはカーナンバー350番 GK ニッタブラジリアンパワー Z33 です。7番グリッドからはカーナンバー64番フェアリティ Z ニスモ佐々木誠雄、8番手からのスタートはカーナンバー33番ガレージ4413小鉄 Z をドライブします。小鉄くん、9番手からはカーナンバー4番ガレージ4413 Z34 岩田純也、こちらオートマチックでの参戦です。10番手からのスタートはカーナンバー7番リンクメイクアップ Z34 川田正彦、6番手ですね11番グリッドからはカーナンバー56番送信操作士そして成形メーカーロード Z 佐藤雅樹、12番手からはカーナンバー20番こちらは柳田選手も注目セントラル 20Z34 ドライブします。原田氏13番手からはゼロフェアリティ Z34 をドライブします。14番手からはカーナンバー14とダラミ、この19台によります決勝レースということになっていきます。周回数は5周でレースが行われていきます。さあこのさあ各ドライバーがまもなくスターティンググリッドにロックオンしようとしています。年に一度この高速サーキット富士スピードウェイを駆け抜けます。Z チャレンジエキシビションレース、さあ最後尾スタートになります。今回のゲストカーナンバー773番塚本七海がまもなくスターティンググリッドにロックオンしようとしています。今19番グリッドにロックオンしました。さあスターティンググリッドに各ドライバーが戻ってまいりまして、いよいよこれからスタートの瞬間を迎えていきます。さあシグナルが3つ4つ5つついて、今 Z チャレンジエキシビションレーススタートしました。さあいいスタートを切ったのは、これは越後屋がいいスタートを切ったでしょうか。越後屋がいいスタートを切った模様、前車が非常にスムーズにスタートを切りました。そして後ろから塚本七海がものすごい勢いでスタートを切って、これはもうかなり10台ぐらい抜いたんじゃないでしょうか。アウト側から今塚本七海1コーナーへと入っていきますけども、10台ぐらいどうやらオーバーテイクしている模様です。すごいロケットスタート、本当すごかったですね。さあトップ2は2台のバトルになっています。昨年はこのレース2度の優勝を果たしたのはカーナンバー109番の越後屋、そしてカーナンバー100人勝負越後屋がインサイドに足を振っていく。越後屋インを取って見事にトップ浮上。
そして塚本七海もかなり順位を上げてきた。塚本七海は現在5番手あたりまでポジションを上げてきたでしょうか。塚本七海は8番手ですか、8番手までポジションを上げました。さあ、石小屋が後に立ちまして、今ここからコーナーへと入っていきます。64番の佐々木誠央をオーバーテイクしました。あ、でも後ろからもね、あ、後ろからもスリップ使ってくる、はい、さあスリーワイドだ。両サイドから挟み撃ちに合っているという状況の塚本七海、佐々木誠央のインに入れるかどうかどうかどうか。あ、佐々木誠央がアウトサイドから仕掛けていく。サイドバイサイド、サイドバイサイドと並んでいる状況。もうちゃんと佐々木選手がね、右側分けてみてたんで、そしてなんか、そういう意味では皆さん、まあ、展開聞いてないところでサイドバイサイドに持ってきた。さあ塚本七海、前に出た前に出た前に出た。これは1コーナー楽々ブレーキング勝負に挑めそうだ。ただ後ろの3番手の神田慎太郎もここからスリップストリームを使ってくるかどうだ。ここはしかし追いつけない。塚本七海表彰台圏内3番手まで上がってきました。いやー、この選手もかなりアグレッシブだ。そうですね、直線のスピードを稼ごうとね、最終コーナーのアウトからちょっとクロスって言ったんですけど、クロスにこう入ってアウトから入ってスピードに行きます。1周というところなのでちょっとね追いつくのは難しいかもしれませんが、その後ろ、4番手、以降5番手以降ですかの争いがですね、3台の場所になっています。はい、一番接近してますね。トップは越後屋、そして2番手の吉田。この差がそれほど大きく広がっていくわけでもなさそうな感じ。はい、いい勝負を2台が、この2台は本当早いですね。だって後ろの塚本選手に10秒以上差をつけてるわけですからね。早いですね。塚本選手もラップタイムペースではようやくこの2台に追いつき始めたところですね。抜いていくときにね、やっぱりどうしてもロス、タイムロスはありますし、やっとこの集中力クラスに参戦。トップはカーナンバー109番の越後屋、そして2番手にカーナンバー330番の吉田正弘、そして少し間隔を空けて10秒近く差を空けてですね、カーナンバー773番の塚本七海が最後尾からスーパーオーバーテイクショーを見せてファイナルラップに入っています。さあ越後屋、昨年もですね見事優勝を飾りました。その越後屋ガレージ4413380Z、この後ですね、戻ってくるとチェッカーフラッグが振られるわけですけども、チェッカーフラッグもですね、2番手にカーナンバー330番の吉田正弘、そして3番手は最後尾からオーバーテイクショーを見せました塚本七海、3位フィニッシュということになりました。越後屋選手は旗を日産ニスモのフラッグを持ってる、ちゃんと用意してあるんですね。あ、どっかでもらったわけじゃないんですね、これ。はい、車の中にはすぐ出てきましたからね。もう事前にちゃんと用意して、いいですね。これあの GT でもやればね、あ、そうですよね。かっこいいですね。優勝した時に。これぐらいだったらウェイト何も関係ないですもんね。はい。用意するのはちょっとまずいかもしれないですけど、さすがにやらせてくれないと思うんですけど、なんかちょっとね、オフィシャルさんとちょっと、あ、そっか、組んでやるとか、ね、はい。ね、そういう二輪ではあるじゃないですか。はい。はい、
二輪ではねありますよね。はい。モト GP とか。はい。さあそんなですね、日産イスモ愛を感じることができるですね。はい。そんな演出をしてくれました越後屋選手が今年も見事優勝を飾りました。RS1 クラスの優勝は越後屋選手。そして RS2 クラスの優勝は、GK 新田選手カーナンバー350番。そして RS3 クラスの優勝はカーナンバー3番の神田慎太郎選手。そして RSA クラスの優勝はカーナンバー4番岩田純也選手見事完走を果たしましてクラス優勝ということになりました。さあ柳田さんレースを振り返っていかがでしょうか。どんなところがこのレースの魅力だと感じていらっしゃいますか。やっぱりそのご自身の Z で走れる、やっぱりそのこのニスモフェスティバルたくさんのお客さんの前で走れるっていうのはねすごく楽しいことだと思いますし、そのまあ、レースの魅力っていうものを感じられると思うので、まあ、皆さん楽しんでもらえて、まあ、結構クリーンなバトルで皆さんするのでね、こうガツガツもうレースもうすごくレース超レースしてるって感じではないので、まあ、でもトップの2人はすごくレベル高くてあそこに行くにはすごく難しいとは思うんですけどね、最初始めるには。でも大脇やややとレース楽しんでできるので本当ぜひ皆さん参加してもらいたいのと、ニスモドライビングアカデミーに来たらよりもっと速く走れると思いますので、ぜひそのニスモドライビングアカデミーも、ね、参加してもらってですね、ぜひこの Z チャレンジにも参加してもらいたいですね。はい。